どうも、宇宙ヤバイチャンネル中の人のキャベツです。今回は2023年に発生した巨大な津波と新事実というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。グリーンランドにて2023年9月、高さ200メートルを超える巨大津波が発生していたことがわかっています。今回はそんな最近発生したばかりの巨大津波現象について、最近の研究を交えつつ解説していきたいと思います。地滑りによる巨大津波。津波の多くは巨大地震によるものであり、時には巨大な噴火によっても生じます。しかし数百メートルを超えるような観測史上最大級の津波は、実は地滑りや岩石崩落によって生じることが知られています。このような現象でおそらく最も有名な例として、1958年にアメリカのアラスカ州に位置するリツヤ湾で発生した観測史上最大の津波が挙げられます。リツヤ湾は氷河によって浸食されて形成されたフィヨルドという地形であり、リツヤ湾もその一般的な特徴の通り、奥行きが約 11km、幅が約 3km と、細長くて奥行きが深い形状をしています。1958年7月9日、現地でマグニチュード 7.7 の地震が発生し、画像の赤い矢印の地点で大規模な崩落が発生しました。海中に実に9000万トンもの岩石が流れ込んだことで、湾内に巨大な津波が発生しました。巨大な湾内全体で水辺の領域の緑が明るく見えていることが見て取れますが、これは樹木が押し寄せた津波で押し倒された痕跡となります。特に黄色い矢印の地点は非常に高いところまで痕跡が残っており、ここから推定される津波の高さはなんと524メートルにもなります。このような現象は近年増加傾向にあり、数年に一度という比較的高頻度で起きています。しかし、北極圏の人里離れた山岳地帯で起きることが多く、その規模や頻度の割にあまり知られていない現象です。2023年にも巨大な津波が発生していた。2023年9月16日、グリーンランドの東海岸のフィヨルドで大規模な岩盤崩落が発生し、それに伴って巨大な津波が発生しました。下の図は上の灰色の四角の部分を拡大したものとなっています。1958年に人類の観測史上最大の津波が発生したリツヤ湾もそうですが、フィヨルドはひとたび大規模な岩盤崩落が起こると、巨大な津波が生じやすい地形であると言えます。人が住まない遠隔地の出来事にもかかわらず、世界中で地震波が観測されました。地震波と衛星画像の解析から、場所によっては津波の高さが200メートルに達していたことが判明しました。幸いなことに、これを目撃した人はいなかったため、死傷者は出ませんでした。ドイツ地球科学研究センターのチームは、この津波現象を研究し、2024年8月にその成果を公表しています。チームは今回の地震のデータから2つの異なる信号の存在を特定しました。一つは津波を発生させた巨大な岩崩れによる突発的で高エネルギーな信号となります。そしてもう一つは超長周期ベリーロングピリオド VLP 信号です。この信号は最大5000km も離れた世界中の地震計で、実に1週間以上にもわたって検出され続けました。VLP 信号の存在は、巨大津波が発生した水域で1週間以上も波が残り続けていたことを示唆しています。岩盤の崩落を原因とした他の巨大津波現象でも、長周期の振動が発生することはありますが、数時間や数日で収まることが大半で、1週間という長さの VLP は非常に稀です。
この振動の特徴を決定づける大きな要因の一つは湾の形状であり、2023年に200メートルの津波を発生させたグリーンランドの東海岸のフィヨルドは1週間も波が継続するのにちょうど良い形をしていたといえます。近年は地球温暖化の影響で北極圏の氷の岩盤が不安定化し、これが崩れて巨大な津波を発生させる事例が急速に増加しています。地震波を通じてこのような現象をより深く理解することで防災につながる可能性が期待されています。続いて今回の話題に関連して、60年間も発生源が不明の微小な地震波26秒脈動について解説をお届けします。微小な地震イコール脈動。日本に住む私たちには地震はありふれた現象ですが、実は脈動と呼ばれる体感できないほど微弱な振動が世界のあらゆる場所で常に発生しており、実際に地震計によって観測もされています。脈動が発生する原因は火山活動や波が陸地に打ち寄せることによっても発生すると考えられています。つまり地球内部や表面上で起こる自然現象によって地球の表層がわずかに揺らされているということです。脈動は地震の表面や内部の活動で起こるので、逆に脈動を詳細に分析することで地球の活動をより深く知ることにもつながります。そして例えば地球の気象現象や陸地に押し寄せる波など、脈動の原因となる自然現象には周期性があるため、脈動の波形にも周期性が見られることが少なくありません。脈動は非常に微弱なので、中には原因がよくわからないものもあります。原因不明の26秒脈動。ここでは脈動の中でも26から27秒というかなり一定の周期で世界中の地震計を揺らす原因不明の脈動、以下26秒脈動について解説します。26秒脈動は世界的にも広く知られている有名な現象です。他にもいろんな原因による脈動がありますが、26秒脈動が特に注目される理由は、まず世界中で観測できるほど大規模な現象であるという点が挙げられます。一般的な脈動は一部の地域でしか観測されない場合が多いです。さらに1960年代に最初に発見されてから今に至るまで明確な原因が未解明であることも26秒脈動がよく知られている原因の一つであると言えます。研究者たちは世界中で観測された26秒脈動の到達時刻や地震波の波形を分析し、その発生源がアフリカのギニア沖のバイト・オブ・ボニーと呼ばれる特定の海域であると突き止めました。26秒脈動の正確な発生メカニズムは不明ですが、主要な2つの説が提唱されています。まず1つ目の最有力の説が、海岸に打ち寄せる波由来説です。その論拠として26秒脈動の振幅が海岸線に近い地域ほど増大すること、そして周辺地域で嵐が発生した際に脈動の振幅が増大することが挙げられています。もう1つの説が火山活動由来説です。26秒脈動ほど大規模な現象ではありませんが、日本の阿蘇山も同様の周期で脈動を発生させていることが知られていることから、26秒脈動の由来が火山活動であっても矛盾はしません。ただし、観測的な根拠は、最初に紹介した陸に打ち寄せる波が由来説よりも乏しいと言えます。26秒脈動は、最初の発見から60年が経った今でも正確なメカニズムは不明です。今後の研究によってその明確な原因が解明されることが期待されています。はい、ということで今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルでは普段は宇宙規模の動画を、時にはこういった地球規模の動画をお送りしています。ぜひそういった科学分野に興味がある方はチャンネル登録お願いします。それでは、中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。